どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。まあ、前回、イバンさんと合流できたんで、まあ、こっから不当だね。また戻ろうっていう話ですね。トーマスよ。この島で一人っきりで退屈しねえか？あ、トーマスか、助けたの。船長に命令されてるからな。船長？船長よ、非礼命令だと思わねえか。トーマスはここで年、年を取っていくだけだぜ。トーマス。おう。彼女が戻ってきたのか？ああ。それじゃ、待つのもう終わりってこったな。もうどれくらい経つ？それが、万年カレンダーを使い切ってしまって、そんな戻ってたの？もうとっくにわからなくなってんだ。そりゃ長かったな。時間磁場の中じゃ何でも昨日のように感じるんだ。ああ、じゃあ分かってるんだ。よし、一緒に来い。もうすぐ全てが終わる。おう。じゃん。海が我々を呼んでいる。トーマスのやつの鼻水が凍っちまう。怒りをあげろ。今日は大変な日になりそうだ。ヨーホー。いつもと違うね。てか、船長分かってて置いていってたんだ。ああ、そっか。いや、でも、今ので記憶あるってことは、まあでもそういうことだよね。おめえら、ついてこい。客を待たせちゃいけねえ。待ってくれ。俺の荷物も運んでくれないか。おめえの頼みは断れねえよ。一つは、レッドロケットの外に。もう一つは、列車基地のフランクに。フランク。最後のは未来ホテルのイバンに。終わったら埠頭に戻って俺のところへ来てくれ。埠頭戻れるんだ。まあ大きく変わってきたね。これどうしよう。回復手段食うしかないよね。あ、しかもこれあれだね。ロックかかってるんだ。シュークリーム使っちゃおう。まずやるべきことは。これじゃない。あ、この人か。なんかない？お宝何もない。どうも、外産宛てでーす。それなんだ？俺宛ての配達か？スミス、あの二人を呼んでくれ。手術を始めよう。これはチップじゃないの？トーマスからの手紙？トーマスだと？見せてみろ。あは、やっぱりな。今日の手術はなしだ。俺は出かける。はあ。で、次が誰だったっけ。誰に渡すか完全忘れたな。イバンは最後でいいや。え、列車なんとかってどこ？列車基地ってどこ？こっち？あ、いけるいけるいけるよ、乗ってる。ああ。反対側でいいのかな？未来。列車基地に戻ってるって言ってたもんね。あ、列車基地だ。でも攻撃とかできないから大丈夫そうだね。やば！カプセル。関節の隙間に氷ができてきている。
未来の冬は終点のない線路みたいだ。フランクフランクなのこれ。さすがロボットな。フランケンシュタインでフランクか。これは何一つ感じやしない。あれでそれが悪いことのように言うんだな。実際そうだろ。もう一度だけでもいいから、寒さを感じたいよ。お、郵便だ。待っていたよ。すみません。フランクさんはどっちですか？フランクにか。私宛てかと思ったのに。フランクはこっちのデカブツだ。そうだ。君たちの船長に聞いてくれないか。注文した潤滑油はいつになったら届くのかって。古いのは凍ってしまって、もっと、融点の低いのが必要なんだ。このままじゃ、膝関節が固まっちまうよ。めっちゃ動いてるけどね。そうしたら、ロボットはロボゾンビだ。ああ、ごめん、フランク。悪気はないんだ。ゾンビだね。怒ってないよな。マザーなのか。私はマザーじゃないよ。なぜみんな私をそう呼ぶの？私はサンだよ。マザーじゃない。もういい。これがあなたの郵便。ジョン行こう。本当に戻ってきたのか。予言通りなんかな。戻ってくるのは当たり前っていうか。あ、休憩できるじゃん。休む休む。もう寝れるなら、どこでも寝るよ。回復手段がね、確かに眠るだからな。ホテル空いてなかったしね。あ、こっちも寝れる。え、料理しとく？ステーキと、青辛子。あ、未発見レシピだ。食材1個使っちゃったからね。食材っていうか食べ物ね。あー、作ったことない食材はスキップできないのか。レシピっていうか料理をね。肉とフルーツの煮込み、うわうまそう。まだまだレシピはあるね。あ、セーブセーブ。記憶は他のものと性質が全く異なる。たとえここは極寒の地でも正しく保存しなければやがて劣化してしまう。左上行ってみよっか。あ、ここなんでアイアンカービン号もここに止まってんの。あれ、ちょっと待った、これなんか禁止感ない？ホットクロック島のねえ門っていうか、え、真似て作ってたってこと？あった、お宝。でもいけないね。未来とポットクロック島は何か関係あんのかな。地点と終点みたいな感じ。サンちゃんがわざわざあのポットクロック島の地下にいた意味もつながるよね。でカロンがあったの、カロン待ってたってマザー昔言ってたし、なんか関係あるんだろうな、やっぱ。で、意外とさ、あの、ポットクロックと、その、工場の名残とかあったからさ。あとなんだっけどこだっけ。あ、2番だ、2番だ。
イヴァン博士、イヴァン博士。誰だ？トーマスからあなたに届け物だよ。トーマスだと？そう、時の島のトーマス。よし、渡せ、早く。やれやれ、ようやく戻ってきた。どのくらいあそこにいたんだ？私は昨日のことだが、君にとっては永遠だ。あれ、いいのかな？渡したから OK か。これで、不当に戻る感じになるのかな。みんな連れていくんやろかね、流れとしては。荷物全部届けたよ。遅かったな。船長はもうトーマスと一緒に行っちまった。行き先を聞いたが、どこだったか。ああ、そうだ。永遠の塔だ。永遠の塔。理由は知らねえが、あそこに何もないぞ。塔の扉はずっと閉まってて入れもしねえし、あんな場所にどんな用事があるんだか。ジョン、聞いた。行ってみよう。まずそれはどこですか？もしかして変な扉のところ？現在ファストトラベルできません。今なら？あ、できたできた。あ、やっぱ永遠の塔だったんだ、ここ。なんか変なのがいっぱいいるな。みんなここで何してるの？改めて自己紹介させてくれ。ハム船長。え？コードネームは騎士。変身した。イヴァン。うわー、中年おっさんって感じ。コードネームは武闘家だ。俺はガイ。コードネームはカリウド。トーマス。魔法使いや。一番まとも、見た目的に。別名魔法使い、または正義のトーマスさん。ちょっと待って、これってさ、もしかして大地の子に関係してる？フランク。変わらなんかい。コードネーム新刊なんだ。だいぶ物理系の新刊だね。光栄だ。トーマスはコードネームが2つなんて。何年経ってもそれを持ち出すなよな。この名乗りいつまで続けるんだ？いい年して。わかる。恥ずかしいのか？あの名前はあんたがつけたんじゃないか。もういい。やめろ。次は、我々は、ロケット騎士団。ああ、ロケット騎士団なんだ。それって第一の、その通り、俺たちオリジナルの5人だ。え、オリジナル？え、これが元になってるってこと？そしてマザー、君はプリンセスだ。マザーって呼ばないで、私はサンだよ。話を遮ってしまってすまないが、あまり時間がないようだ。ああ、その通りだ。悠々との再会で本題を忘れるところだった。ヨーホー。おめえにプレゼントだ。プレゼント？フランク。え？あ、ソニックボーイ。同じ反応してしまった。いや、3隊員にジョン隊員。ソニックボーイ出動だ。ソニックボーイ、どこ行ってたの？未来の干渉により破損したんだ。でも、ガイ親方が修理してくれたんよ。お安い御用だ。破損するんだね。だが、こいつの生みの親に会ってみてえもんだ。これほどの才能があるやつは。未来にもいねえかもしんねえ。あれはそんなにすごかったんだ。新しい機能。検索中、イザベル。信号発見、信号発見。
これだ。説明してやる。先の怒りレーダーというもの、俺はイヴァンの議論を使って、時間序盤の特徴を発見した。それにより、定常波形の映像をそこで時の怒りレーダーで射出。レーダーが複雑な波形を集積して、過ぎ去る現象像、現映像を、投影像か、キャッチする。どうやらもう何か見つけたみてえだな。映し出すっていう話ね。おい、なんだよ。話が終わるまで待てないのか。なんか見つけたみたいだぞ。検索完了。イザベルを発見。やった。イザベル。イザベル？おーい。ようやくたどり着いた。やけ、邪悪なとよ、その汚い口を開け。お前の喉に突き刺さる骨となってやる。上に行って、すべて終わらせてやる。アルバ。アルバ？アルバもここに？誰だ？出てこい。イザベル？私が見えるの？イザベルここだよ。目の錯覚か。もういい、先へ進もう。中に入っていったってことか。この扉。扉の先はソロモンの隠れ家だ。この扉を開けられるのは時の火種だけ。時の火種。ソロモンの発明品だ。高濃度のエネルギー体ってもんかな。だが、あのとこはもう死んでた、死んでたんだろ？それじゃあ、火種はどこに行っちまったんだ？男なんだ。5本。ちょっといいかな？イザベルが火種を見つけたなら、彼女こそが手がかりだ。彼女を追えば火種も見つかる。どうやらこいつが頼りだな。はあ。え、どういうこと？え、ソニックボーイ戻ってきたけど、まあ、使おっか。とりあえず、弾がないんだよね。弾ないんよ。補充して。え、ちょっと待って。使い方教えてもらえませんか？例えば、トーマス、君はあの島で一人で何を教えたんだ？釣りとか庭仕事とかだよ。腰が痛くない時は、大地の子で遊んでいたな。あは。それじゃあ、お前はもう、ベテランプレイヤーだな。いやいや、勝てるのは運がいい時だけだ。エクスボールがいくつあればな。エクスボールなしで勝つだけでも大したもんだ。君は大地の子マスターだな。前にも真似できないぞ。笑わせるな。俺はあのゲームの開発者だ。ガイが開発したの。なるほどね。昔の俺らこういう時なんて言うんだろうな。きっと扉に暴言吐いたろうな。それから、不当に戻って焼け酒か。そんな軽く叩くおめえは見たことがねえ。エラズ口のロボットと長く言い過ぎたんだろ。え？ちょっと待って。マジで何するの？とりあえず街中戻れっていう話みたいだね。でもその男って言い方してるの見ると、もしかしてダニエルじゃないよね。そんなことないよね。イザベルだいぶ雰囲気変わったね。おかしい。昨日カロンは今夜塔に着くって聞いたのに、今日聞いたら着くの明日だって。今日一日は昨日と全く同じ。ここには昨日が存在しないみたい。もしかしてあの霧の中と同じ。ああ、だから霧発生してる時は同じこと起きてんだね。はあ。イザベル、これはきっと過去の記録だね。何かを見つけてソロモンにたどり着いたみたい。ソニックボーイ、
他の場所に行ってみよう。他にも手がかりがあるはず。そこまで行かないと反応しないのか。未来について13日、いや15日目。記憶があやふやになってきてる。2番のあの研究は正しければ、今日は常に時間磁場が起動して翌日、そしてカロンが到着する前日。けれど未来に明日は来ない。つまり鍵は、違う、忘れちゃダメよ。時の火種。塔に入るには敵の火種がいる。待っててね、アルバ。火種は必ず見つけるから。ないよね。ホテル内。あ、いや、なんか話しかける。2番博士、いるの？まだ戻ってないんだ。勝手に入ったら怒られるよね。もちろん怒るだろうな。いや、イバン博士、その格好？武闘家のイバン。ち、コードネーム大きな声で言うんじゃない。聞いたに聞かれたら大恥をかく。まあいい、ここに来たのはもしかして。ソニックボーイが信号を見つけたの。この部屋から来てるみたい。やはりな、あれは彼女だと思っていたんだ。あのね、中に入ってもいい？ダメだと言ってもどうせ入るんだろ？断るだけ無駄だな、ドアを開けよう。狭っ！ここは牢屋？言い過ぎだって、サンちゃん。なんて言い方だ。ここは私の研究室だ。研究室？君がいなくなってからはここで研究していたんだ。永遠の塔の研究だ。ただ、時間のせいで研究はあまり進まなかった。じゃあどうしてここに戻ってきたの？私もあの幽霊をこの目で見てみたい。イザベルのこと？そう、イザベルだ。この人がイバン博士。あ、てか寝てる時か。見た感じ、ただの狂った老いぼれね。狂った老いぼれか。無礼なやつめ。霧を抜けて、時間見解法の発見と分析。古代の伝説における時の比喩的表現。未来の時の心理的構造。無意味な研究ばかりね。なんだとこのクソガキ。うるさいな、いちいち。あら、これは。それに触れるな、クソ映像め。2番の日記。時間磁場が起動した日記に書き留めておく。無限に続く一日の中を自分を見失わないように。これは役に立つかも。明日、カロンが到着する時間磁場が上がるだろう。未来はおそらくたたりに飲み込まれる。ソロモンを倒すには永遠の塔に登るしかない。ニキータはスーパーのプリンが好きらしい。また無駄な情報ね。このクソ映像め。街長を探した。ソロモンは左をどこかに隠したのだ。最後に残った場所は。あー、そこで消えるんか。何をする？私の日記を見る気か。種がどこにあるか知りたいの。ここは私の部屋で、日記は私のものだ。貸せ。そこだけ見せてくれればね。そう。持ってかれてるってこと？ページが破られている。探索を続けるか？手がかりはまだあるはずだ。そうだね。ここだけ破かれてんのか。まあ一番合理的だよね。自分も忘れない確実な方法だからね。ノーヒントはやっぱやばいね。あ、出た、ここか。そこはもう端っこ行かんとダメなのか。不死の町の唯一の死因。不死の町の唯一の死因。どういう意味？私一度この謎を解いたの。記憶はどんどん混乱する。火種を見つけなければ。この街に囚われて自分を見失ってしまう。画面、きっと何か見落としてるのね。もう一度あの場所に行かなきゃ。誰か一人だけ死んだってこと。トーマスに聞いてみよう。何か知ってるはずよ。
これで、トーマスのところに行けば OK。 誰か亡くなってるんだ。はあ。トーマス船長、武士の町の唯一の死人、この意味わかる？どの場所を示しているのかな？どこか探してない場所があるんじゃないのかい？偉そうに言うんじゃねえ。どうしてわかんだよ。ここの住人でもねえのに、おめえはずっと島に。そうだ、島だ。時の島だったか。そうだな。でも私たちあの島から来たんだよ。ソロモンだ。あいつ、きっとまだ死んでねえんだ。はあ、そういうこと。それならあいつの墓に何かあるかもな。行こう、ジョン。時の島に戻ろうよ。みんなありがとう。彼女感謝してくれてるぞ。あは、以前のマザーとは正反対だ。いつもしかめっ面だったもんな。笑顔になるのは大地の子で遊ぶ時だけだった。おめえら、聞いてくれ。我々の夢が実現する日がついに来た。目的地は時の島、どうで待つぞ。あいあい、キャプテン、左見つけるよ。結局あっちか。でも確かに行けないところ多かったもんね。その格好で街中移動したんかな。いや、考えるだけで恥ずかしいなと思って。この島の天気はいつまでも慣れない。ひどいな。ここは時間の磁場、ああ、時間磁場の端っこだ。ここは風もひどい。みんないるか。たたりって霧の一種なのかもね、もしかしたらね。天気の文句言ってる暇はねえぞ。さあ行くぞ、ついてくるんだ。この寒さにはうんざりだ。フロイド？フロイドってば。あのサベダー系のロボめ、どこへ行ったんだ？さっきまでいたのに。何をするつもりなんだか。ソロモンのロボットだ。何でも教えてくれないさ。そのロボットがもしかして鍵なの？イザベラを発見。出てきなさい。まだ生きてるんでしょ？見つけた。時の火種を渡しなさい。それとも力ずくで奪ってほしい？ソロモン、何を欲している？富か、力か、それとも永遠の命か。未来では何でも手に入る。地さえもここで無縁のものだ。それなのに、どうしてわざわざ塔に入りたがる？優しい人ぶっても無駄よ。ふふふ、どうやらちゃんと理解しているようだな。しかし、覚悟はできているのか？アルバを救うためなら何でもする。ははは、素晴らしい。安心するよ。何がそこまでさせる？一体どうしてだ？忠誠心か？友情か？それとも愛情なのか？うん、腕に自信があるようだ。持っていくといい。時の火種だ。これで永遠の塔に行き、欲しいものは何でも手に入れるがいい。愛情、忠誠心、アルバ、あなたを救う方法を見つけるから。そういうことね。イザベラは時の火種をソロモンからもらったんだ。あの、あれが有名、修正だね。お、あれがおめえの友達か。うん、イザベルだよ。彼女が時の火種を持っていった。まずいことになったな。まずいことにね。ソロモン、ここに埋葬されている。フロイドがいれば。ハム船長、船を止めてきた。今の音、あんたなんか踏んだか？踏んだね。なんだ？ソロモンの墓だ。だが空っぽだ。そうか、わかったぞ。
もしあのバカが死んでいないとすれば、ここは秘密を隠すのにうってつけの場所だ。そうかも。ジョン入ってみよう。おい待て。次の鐘が鳴ったら、俺らの今日の出来事を忘れてしまうかもしれない。だが、助けが必要な時は必ず手を貸すからな。みんな。ほら、行きな。本当に昔みたいだ。後のことは任せてくれ。よし。じゃあ行きますか。の前に、今回ここまでしたいと思います。ちょっと霧がいいんでね、多分ダンジョン攻略になるんじゃないかな。まあ、ちょっとね、まさかロケット騎士がこんな感じだったとは。若い時また違うんだろうね。時が経ってるからって感じなんだろうな。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。